ではですね、ただいまより、現在シンガポールに在住で、ヨガをですね、20年されていて、現在、量子力学や脳科学、また宇宙の法則など、見えない仕組みを通して内面の変化を、サポートされている、コーチでいらっしゃる、沙織さんにですね、インタビューをさせていただきたいと思います。それでは、沙織さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。では、早速質問をさせていただきたいと思います。はい。では、沙織さんはですね、今、どのような夢やビジョンをお持ちでいらっしゃいますか？そうですね、私の、夢やビジョンなんですけど、ここ過去、2年、3年ってこう時代の流れが結構変わってきてるなってこうひしひしとこう感じていて、でこう生き方としても、このこう周りにこう自分を合わせる、なんか外側に自分を合わせるっていうような生き方から、でこう軸をこう自分に持って、なんか自分らしくこう生きていこうっていう流れに、なんか時代がそんな風に流れに変わってきてるなってこうひしひしこう日々感じていて、でその周りに合わせて自分をこうちょっと抑えながら生きていく、ちょっとストレスがたまるような生き方だなって私が結構感じていたんですけれども、でそういった生き方から、軸を自分に増やす、あのに軸を自分に持って自分らしく生きていく女性が増えていったらいいなってこう常々感じていたので、そういったところで私がこうヨガをずっとやっていたので、ヨガで学んできた哲学を生かして、そういうない、あの見えない世界の仕組みだったりとか、でそういったものと、あと内面っていうのは結構関係していたりするので、そこら辺を組み合わせながら、こう自分らしく生きたいっていう女性をサポートしていきたいなって思っています。そこが私の、それでそういった女性が増えることで、結構自分らしく生きてられると、ストレス度合いも減ったりですとか、結構その周囲に与える影響っていうのも大きくなっていくんだろうなと思っていて、で、そういったところで、こう、なんかいろんな、たくさんの人が結構生きやすさを感じていけるような社会になったらいいなっていうビジョンやなんか目標があります。はい、ありがとうございます。なんか本当ここ2、3年ですごい社会が変化してるの私も感じてるので、はい、すごく共感するなと思って聞いてました。はい。はい、では続いての質問になります。はい、では、その夢やビジョンを具現化するためにどんな目標や計画ですね、立てていらっしゃるかお聞かせいただければと思います。はい、結構一人一人が生きやすい社会とか、もう自分がこう生きやすい人生を生きていくその前段階に、私はなんか内観ってすごい必要だなと思っていて、やっぱり自分と向き合うっていうことをしないと、自分がどうやって生きていきたいとか、なんか自分がどういったことが好きなのかとか、自分はどういった考えを持って、どんなこう感情とともに生きているのかっていうのがこう分かんないと、前提として自分らしく生きていくって結構難しいなって思っているので、こう内観っていうことをきっかけに自分らしく生き出す女性を増やしたいって思っていまして、で内観って結構こうあるってちゃんとこう座って、自分でこう、ノートとか使ったりとか、何でもいいんですけど、やっぱりちゃんと時間を持って、私の自分について結構書き出したりとか、その時間をわざわざ作らないと内観ってやっぱりあんまり、できないっていうところで、皆さんこう、忙しいので、内観する時間をわざわざ作るって、あんまりされないのかなって思っていて、で、その内観をするときのきっかけって、こう、なんか人生がしっくりこないなとか、何かこうメンタルが急に落ちて、なんかどうしても自分と向き合わなくなったなって感じたりとか、なんかこう嫌なことがこう重なって、なんかこう人生変えたいって思ったりとか、何かこう大きなこう、衝撃なわけでもない、何かこうきっかけがあって自分と向き合うっていうことをし出すのかなと思っていて、で、その結構内観っていうか自分と向き合わなきゃってなった時に、こう周りに結構意外と相談できたりする人、でいない状況の人が多いかなって私ちょっと見てて思っているので、私のこう目標というか計画、
計画っていうか、大したことないんですけど、私の方で、SNS で発信をしていくことで、なんかそう、相談というか、どうしたらいいか分かんないような人と、こう、SN、あの、オンライン上で知り合うことで、そういうなんかちょっと助けが必要というか、なんか私が結構、話を聞いたりとか好きなので、そういった方たちと出会って、こう、内観っていうことを、一緒に丁寧にしていくことで、まあ、そういった、ちょっと悩んでる方たちが、自分のこの、これから先の道を見つけて、自分らしく生きていく女性を、こう、地道にコツコツと、なんか、サポートをしていけたらなと思っています。はい。ありがとうございます。はい。ではですね、その目標や計画に対して、現在どのような活動指針を持っていらっしゃるかお伺いできたらと思います。活動指針、なんか、活動はい。指針。難しいんですけれども、私自身も自分らしく生きたいとか、こう、自分の人生を生きていきたい、なんか周りに合わすより自分らしさとかをちゃんと自分に与えるっていうか、自分らしく生きたいなって思っているので、そういった自分、結局はその、自分の人生生きたいっていうのは私自身もそうだし、まあそういった方をサポートしていきたいっていうところで、常に私も内観、なんかこう、やっぱりブレる時っていっぱいあるので、ブレたら内観して心を整えるっていうことを、まあ自分自身にやっていくことが、クライアントさんのサポートにもちろんつながっていくと思うので、経営指針で言うのか分かんないんですけど、自分が常にこう自分の心をちゃんと整えていく。で、そのことがクライアントさんの役に立つっていうことを、私は自分自身に言い聞かせるというか、まあ、それを私自身の経営指針として気をつけているところです。はい、ありがとうございます。内観とかもやっぱり毎日意識されてたりするんですか？こう。毎日っていうわけではないんですけれども、なんかこう、やっぱり何か心がこう、ぶれたりとか 揺さぶられたりとか、なんか嫌なこと、なんか嫌だなと思った時って、やっぱり心が揺れてる時なので、そういう時はやっぱりちゃんと座って、なんで嫌なのか、どういったところが嫌なのか、そのなんで嫌かって感じる自分は、一体なんか、どんな、思い込みっていうか、どうしてそれを嫌だと思うんだろうっていうことを、やっぱり自分で見つけて、で、あとその先にこう、自分はじゃあどうしたいのとか、どうなったら私が幸せになれるのっていうのを、やっぱり私はこうなったらいいと思うとか、そういう会話を自分の中、自分とまあ、紙と鉛筆で、まあ自分の中で会話をしていくことで、まあ私はちょっとなんかこんな思い込みが持ってたなとか、私ってこうなりたいんだっていうのが逆に分かると、まあ、そこに向かっていけばいいだけなので、内観、そうです、なんかブレたときは内観するって整えて、その先にどうしたらいいかっていうアクションを決めていくっていうことは、はい、しています。で、大事だなとす思って。ごいですね。あ、はい。ありがとうございます。はい。ではですね、続いての質問になります。はい。では、そもそもですね、今の夢やビジョンを持ったきっかけは何ですか？お伺いできたらと思います。そうですね。私は、まあ、ヨガがずっと好きで、ヨガに関してこう学んできてはいたんですけれども、ヨガってこう、まあ、一般的にこう体を、まあ、ストレッチして、で、気分がすっきりしたとか、そういったものがこう表上はそういう感じだと思うんですけれども、実は結構精神的修行がヨガの基本みたいなところがあって、で、ヨガの哲学っていうのが結構その、見えない世界の話を結構いっぱいしてくれてるものっていうところで私結構興味を持ち始めたんですけれども、そのヨガのこう勉強してた時ってこうインプットだけで、実際なんかヨガのセオリーとしてなんか自分と向き合いましょうとか言うんですけど、自分と向き合うってなんかどうやるのかよくわかんないなって、なんとなくそのヨガをやってる時の私はあんまり分かってなかったんですよね。なんか知識はいっぱい身につくんだけれども、で、それで私が、個人的な、ことなんですけど、5年前に、ちょっとなんか、主人と、別居を始めて、で、その時に、やっぱ、今までの独身とやっぱり違うし、一回こう、結婚生活をした後の別居
まあ、子供がいる上での別居なので、やっぱり初めての経験で、こう今まで気づいてないけど、持ってたものをやっぱ失ったりとかして、結構こうメンタルがガクって落ちた時に、そのまま落ちたけど、まあ、自分と向き合うこともせずに、まあ、時間が経てば心が癒えるだろうみたいな感じで、まあ、過ごすこともできたのかもしれないんですけれども、まあ、ヨガをやっていて、自分と向き合うってどうやるんだろうって結構疑問に思っていたところがあったので、まあ、結局でこうメンタルが落ちていた反面、ここでこう自分と向き合うということをするべきなんじゃないかって私思って、それでこう自分で向き合うことをして、なんか内観っていうものに出会ってから、結構、その別居自体はメンタル落ちてたんですけど、内観していくことでやっぱり得ていくことがすごいいっぱいありまして、そのやっぱり内観をしないと、なんか自分について知るっていうことがない、なんか不可能、なんかないんだっていうことに気づいて、その何十年も、なんか自分として生きてはいたんですけど、内観をするまでは、私自分のこと全然知らなかったって思って、で、それで結構内観をするっていうことの価値みたいなのをすごい感じていて、で、そういったことを、まあ、悩んでたりとかする女性に知っていただけたらなって思って活動はしているんですけれども、まあ、その私の ヨガをずっとやっていたっていうのと、まあ、別居っていうことがきっかけで、今のこういうビジョンとかを持つようなふうになりました。ありがとうございます。内観っていうのは、やっぱヨガをされてる中で、自分でやっていくような感じでされてたんですか？内観自体は。なんか正直、ヨガをやってるときは、まあ、体を動かしますよね。みんななんかヨガのポーズして。で、その後、ヨガは基本、なんか、まあ、呼吸して整えて、まあ、その後、まあ、瞑想に入るみたいな感じの、で、自分を整えるとか、実際に内観っていう内観はあんまり、ヨガとの内観はあんまり結びつないような気もするんですけど、でもなんかヨガってこう、自分と向き合いましょう。だけは言うんですよね。それででも実際にヨガやってるときに、何を私がやってたかっていうと、まあ、体を動かして、で、呼吸に集中して、で、まあ、座って瞑想するっていうことをやってたんですけれども、それと実際に内観って、私の経験からすると違うもので、で、その内観とか自分と実際に向き合うっていうのを、私はその時初めてコーチをつけて、なんかコーチングっていう形で、まあ、内観をしてたんですけれども、その時初めて、なんか瞑想でこう座って、目つぶって、でもそこからあまり何もしていないというか、なんかまあ座って目つぶってるだけだなって私はちょっと感じてるところがあったんですけれども、こう座って紙と鉛筆を持って、なんか例えばあなたはそのことについて、その出来事で、なんか何を感じてるんですかとか、例えばなんか悲しいって言ったら、それはじゃあどうして悲しいんですかって言って、なんかこう、やっぱり自分の思考、自分からこう、どんどん出していくっていうのを初めてやった時に、これは内観だったり、これが自分と向き合うっていうことだったり、これは自分と知っていくことなんだっていうのを、初めて私、経験しました。なので、内観とヨガが、結びついてるかは、結びついてないわけではないと思うんですね。なんかヨガってこう自分と向き合いましょうって言ってるので。ただ実際にそれをこう作業としてやるっていう部分は、まあ、ちょっとヨガじゃないのかもしれません。なるほど。ありがとうございます。ではですね、最後の質問になります。その出会いや発見、出会いや発見の背景には何があったのですか？発見の背景ですよね。私、そうですね。その背景、どうでしょう。環境的なことより、私結構なんか探求家っていうか、何かこう、趣味ですとか、なんか、知りたい、これなんかもっと勉強したいなとか、もっと知りたいなって思うのが見つかったときに、すごいいろいろ調べて探求していくんですね。なんか一つのことを深く知りたいと思ってしまって。なので、興味を持ったことに対して、
まあ、ネットとか本で調べたり、何か読んで調べて学んだりですとか、なんか実際になんかその場所に行ってみたりですとか、なんか人に会いに行ったりとか、なんか一つのことを深めれば深めるほど、なんかいろいろ自分の世界が広がっていくなって、私のこう今までの過去を見てると思っていて、で、結構何か壁にぶつかった時も、過去のそういった経験から、なんとなく次に何をすればいいのかなっていうのをこう、まあ、自分で考えてこう見つけたりしていくことで、結構こう、今のビジョンとか、私が今やりたいとか、やっていたりかする活動とかにつながってきているので、その背景は何ですかって言われたら、私の探求心かなと思います。はい、ありがとうございます。もともとちっちゃいというか探求の方されてたりしたんですか？まあ、ちっちゃい時、いや、私小さい時は意外と金はい。曜日で、まあ何でああ。も、なんかたくさんのことを、まあ何でもそれなりにみたいな。で、一つ別に飛び抜けてるものはないみたいな子供だったんですけど、やっぱり相当ヨガが好きだったっていうのと、あとヨガが、なんか範囲が広いんですよね。なんか体のことはもちろん心のこともやるし、なんか見えないエネルギー的なものが呼吸をすると何が動いてとか、なんかそういったいろいろ学ぶ範囲がとても広かったので、そのヨガの大きさが大きいものだったので、私もこう学ぶのに、まあ、時間がかかったり、いろんな人と会ったりとか、いろんな場所に行ったりとかっていう、なんかこう自分の人生上のこう経験が広がったなと思います。ああ、なるほど。はい。ありがとうございます。はい。では、インタビューは以上で終了になります。はい。では、沙織さん、本当に貴重なお話を今日はお伺いさせていただきまして、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。